皆さんこんにちは、サルです。最近ですね、ツイッターとかいろんなところでやたらとこのワークマンのチタンペグを見るものですから買いに来ました。なんかね、売り切れてる店があったり、まだ入ってない店があったり、なんかまちまちみたいなんですけど、たまたま、少しね、郊外のお店に行くといっぱいあったものですから買ってきました。はい、こんな感じのチタンペグ。私はですね、チタンペグって今まで使ったことがないんですよ。はい。なのでちょっと初めて買ったので、どんなもんなんだろうとじっくり見る動画ですので、お暇な方はね、よかったら最後までお付き合いください。こんな感じで、まあどうなんでしょうね、全く飾り気のないですね。丸棒にフックがついてて、で先にはなんかゴムがついてるんですけど、この少しね、輪っかの跡っていうか、くぼんだね、溝が掘ってあるんですよね。でゴムを外すと、削ってちょっと尖ってる感じ。まあ、ただ尖らせてるところがね、色が変わってるわけでもないので、まあ、こういう金属、チタン合金の色なんだろうなと。で、あのフックの部分は溶接してるみたいですね。あの鉄と違ってね、ステンレスとかチタン合金とか溶接って結構な技術がいると思うので、まあ、そのあたりはね、すごいなと思うんですが、よく軽い軽いっていうね、聞いてたんですけど、この音で皆さん分かりますかね。私の感覚ではそんな軽くなかったので、そうなのかなと、ちょっとまずその軽さについて持ってるペグなんかと比較してるんです。あと長さですよね。25センチって書いてて、まあ、測ると本当に25センチ。ほぼぴったりの長さですかね。フックが、フックがついてるので、フックの先までは21センチぐらい。そんな感じですね。だから地面に突き刺して使うときに、25センチね、埋めちゃうとね、まあ、そんな人いないと思いますけど、もうロープもね、埋まっちゃうし、引き抜けませんから。実際には20センチぐらいなんですかね。説明文が書いてて、60度の角度で刺して、その時に垂直方向に4センチは地面から出してくださいみたいなこと書いてたんで、地面に埋まってる部分は実質20センチぐらいですかね。7.1 ミリぐらいかな。はい、すいません、話が前後しますが、これが直径ですね。7ミリから 7.1、 まあ7ミリぐらいというね。だから太くはないですよね。ただまあ特別細くもない感じですかね。このフックの部分もね、割としっかりしてて、3ミリだね。 3.0 だね、ここね。3ミリだったんですよ。ちょうど 3.0。 まあまあ同じチタン合金で作ってるんだと思いますね。42ミリだね。ここが42ミリ、あのフックのとこですね。だから地面から6センチは上に出してくれっていうことで、あそこの 1.5 倍ぐらいを地面から出しとけばいい感じ。4センチぐらいと覚えとけばね、目安になるかなと。で、重さですよね。そのまま乗せて 48.0g。 48が重いのか軽いのか、ちょっとね、よくわからないんですよ。あ、紙のね、タグがついてたので、それを外せば 45.6g。45.7 とか出てますね。まあ、ざっくり45ぐらいっていうことでね、
タグにもね 45g って書いてたんですけど、あ、ゴムもついてたすいません、 45.4g ぐらいですね。まあほぼあの記載通りと。軽いのかどうかっていうのがね本当によく分からなくって、これね長さが2センチぐらい短いんですけど、アルミ合金のペグ16だからね軽いよねこれそうなんですよ 16.4g、 微妙に短いとはいえ、これ45だから3倍だもんね。そうなんですよね。私が慣れてるペグってですね、実はねアルミが結構あるので、なんかチタンは軽い軽いって言われて、まあ、期待値ばっかり膨らんじゃって、実際買ってみるとねどうかなっていう。23センチのアルミ、これと同じやつがね、これダイソーのね Y 型ペグかな、14.9 だもんね。そうなんです。これもね長さがね2センチほどは短いんですけど、まあ、長さはね違うんだけどね。これもやっぱりね私これに慣れてるもんで、短いよねこれぐらいか、これぐらいで、まあ、2センチぐらい短いけどね。15、これが 15g ぐらいって考えれば、3倍だもんね。チタンのやつは、ね、まあ軽い軽いと言ってもね、そうなんですよ、重たいなっていうのはね正直ちょっと思っちゃいましたね。これちなみにセリアでしょ、これ重たいよ、これセリアのね116といやつ、セリア 116g もあるんですよ。なるほど、それに比べれば半分だもんね、まあ、セリアの。そう考えれば半分、確かにこれはねそうなんですよね。セリアのは軸もぶっといしですね、本当に重たいんですけど。エレッゼのやつか、エレッゼの短いね、これは20だね。これもスチールペグ、エレッゼで20センチでも 81g と。まあ、チタンの先ほどの2倍以上か。って考えると、やっぱりチタンは軽いのかなと。これスノーピークだね。コールマンはね、太いんですよね。まあ、デザインもね、いいのでね、ちょっとこう、武骨な感じでね。82g、だいたい20センチで、まあ、75から85ぐらい。ジュラペグだね、違った、パワーペグ、ステンレスはねちょっと重いイメージがあったんですけどね、そんなことはないみたいですね。70だから、まあ、やっぱりこのダイソーのアルミのが軽すぎるよね。23センチあっても15だからね。まあ、そういう意味で言うと、やっぱりアルミは軽いよね。いやね、だからね、改めてね、やっぱアルミって軽いなっていうね、その。12.5 結論ですね。あの軽さ追求するのはやっぱりアルミですよね。っていうのはね思っちゃうんですよね。まあそう考えるとチタンは長い割には軽いよね。だからまあこれと比べちゃいかんですよね、正直ね。だからまあスノーピークとかで多分80、90ぐらいでしょ、25だったら。だからそれに比べると確かに長さを考えても半分、半分の軽さっていうにはなるよね。ただやっぱアルミと比べちゃうと全然だね。アルミの3倍の重さだもんね。だからアルミの3倍の強さがあって初めてだけど、
どうだろうね。そんなに強いかどうかは何とも言えないな。これなんだっけ、これよくわかんないな。これ鉄だと思うけどね、なんかよくわかんないペグだね。ということでやってみたいのはやっぱりこのアルミ Y 字ペグ23センチ対このチタン合金ペグ、ワークマン。長さがねワークマンの方がね2センチ長いんですけど、ただ、どうでしょうね。そう、この7ミリそうなんですよ、7ミリのね割とこう飾りっ気のないね全く飾りっ気ないよね。これここなかったら本当にただの丸棒だもんね。これね本当に飾りっ気ないけどね、うん、まあ錆びないっていうところは共通してるよね。錆びない、それはどちらも共通ですよね。値段はこっちは399円、約400円でしょ。これ110円でしょ。だからまあ約4倍だもんね、値段はね。で、重さが 45g でしょ。こっち重さ 15g だもんね。だから3倍だもんね。高い、重いという意味で言うとこっちはちょっと負けてるよね、正直ね。ただ、強ければね。つまり3倍重たいけど3倍強ければ、うん、まあ、4倍の値段だけど4倍強ければ、まあ、そういうメリットがあればね、これは素晴らしいなという気はするよね。まあこれも Y 字ペグだからさ、アルミだけどやっぱりこういう構造上の強さがあるからね。あと地面丸いね、まっすぐよりも地面に刺した時の面積も広いからね、抜けにくいとかいう、そういう地面土との摩擦も稼いでるもんね。まあどっちがいいのかな、ちょっと試してみたいな。次回の動画でやりましょう。ということで、次回このペグ対決をやってみようと思います。値段とか重さとかそれを補って余りある強さがワークマンのチタンペグにあるのかどうか確認してみたいと思います。よければチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。